皆さんこんにちは、ウォッチ情熱応援団団長です。そしてこんにちは、ウォッチ情熱応援団田口です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のテーマはこちらです。30代40代営業職、うん、オンオフ使える時計。オンオフ使える時計、はいはい、すごくシンプルというか、はい、このテーマにハマる方は多いんじゃないのかな。これ結構相談いただく年齢層としても30代、はい、40代多くて、多いですよね。営業マンの方もやっぱ多いんですよ、はい、でやっぱりオンオフ使える時計求めてらっしゃる方も多いし、うん、っていうので、はい、まあ、たくさんコメントいただくんですけど、今回まとめてお答えというか、はい、まあ、皆さんに当てはまる内容ということでお答えしていこうかなと思っております、はいはい、で実際こう例えばこういったコメントいただいてまして、はい、38歳男性、うん、仕事の服装はチノパンにワイシャツ、はい、で革靴スタイルの営業職、はい、で次買うならダイバーズか青文字盤がいいなと、なんとなく漠然と考えています、うん、でオンオフ両方使える時計があれば、で予算は特に決めています。なるほどなるほど、はい、久しぶりですね、万能時計やるの。万能時計って確かにないです。今までこうあんまりね、結構振り切ったものが多かったから。そうですね、はい、限定的なものが多かったかもしれない、ね、そうですね。じゃあやっていきましょう。やっていきましょう。まずはこちら、はい、これはタグッチチョイス1本目ですね、はい、1本目というか、まあ、007 C マスターシリーズ、これかこれというふうに考えてます、うん、まあ、ダイバーズであるっていうことと、まあ、青文字盤はこっち、はい、まあ、これ60周年記念モデル。これかっこいいね。かっこいい。ちょっと見てみますけど、うん、これ黒い方はチタンだったじゃない、はい、メッシュベルトもチタンです。これはステンレスなんだね。こっちはステンレス、ね、で何といってもこの後ろのぐるぐる、はい、ぐるぐる頑張れるね。そうですね、うん、はい、でまあ、30代40代ということだったので、はい、まあ、シーマスターダイバー 300M の通常モデルでもいいんですけど、はい、やっぱりちょっと特別感がある007モデルの、まあ、青かこっちのチタンか、うん、というところがいいのかな。スーツというよりは、まあ、ジャケパンでも使えますし、はい、ジェームズ・ボンドって何歳設定なの。カジノロワイヤル、カジノロワイヤル、あの1作目ですね、はいはい、ダニエル・クレイグさん、うん、37歳っていう設定です。あ、そうなんだ。ドンピシャです、ね、ドンピシャね、はい、30代から40代。そうですね。で、まあ、スーツなのかジャケパンなのかっていうところでのスポーツウォッチ、うん、はい、まあ、ドンピシャですね。ドンピシャです。オンでも使えるし、はい、オフでも使えるし、オフでも使える。やっぱり 300m 防水ですから、まあ、その点の安心感もある、うん、そうですね。ジェームズ・ボンドがちゃんとタキシードで使ってくれてるシーンもあるから。そうですね、ガチオンも OK、 タキシードから銃ぶっ放す、はい、車ぶっ飛ばすところまでいけるいけるということですね、はい、特にチタン、チタンなんか特に、はい、あのそういうアクティブにも使う、はい、そういった感じで1本目でした。いいと思います、はい、続いて2本目はこちら。今まさに発売されたばかりですけれども、うん、オメガつながりで、これはあれですか、アクアテラ 150M のサマーブル、はい、サマーブルですね、はいはい、今年の夏限定モデルなのかなと思うんですけど、はい、まあ、ちょうどこれ見てきたばっかりでめちゃくちゃ綺麗なんですよ、うん、超綺麗です ねっていうので選んでみたんですけど、はい、まあ、でもこれ見る前にもアクアテラっていうのは、うん、30代後半40代ぐらいの、うん、そうバリバリ働くビジネスパーソンっていうので、はい、万能時計を求めるとこれは絶対外せないなの一本なんですよね。確かに候補に必ずこれは入ってきそうですね。ね、マルチパーパスウォッチ万能型っていうと絶対入れておきたい、うん、っていう意味で、まあ、入れたいっていうのがもちろんあったのと、はい、まあ、あとはまあ何年か前ですけど、はい、あのキムタク主演のドラマ、はい、で SP かなんかのやつがあったんだよね、うん、でそれでしていて、はい、で多分その時の年齢設定もおそらく30代後半40代ぐらいだったと思うんだ。そうなんですね、うん、そう、それでつけてるシーンとかもやっぱかっこよくて、はい、まあ、キムタクだからっていうのはあるんだけどかっこいいの当たり前なんだけど、でもなんかすごくね違和感がないというか、うん、いろんなシーンで使ってるのがやっぱりあるんだけど、ジェームズ・ボンドみたいな感じでね、はい、戦うシーンもあればレストランで食事するシーンもあって、うん、っていうどこでつけててもなんか違和感がない、うん、馴染む、スッと馴染んでくれる、うん、っていうところに夏の遊び心満載のこの色、この文字盤ですね、素敵、これすごい綺麗ですよね、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。あと裏面が神様いらっしゃいますから、ね、この彫りすごいよね。すごい、これはすごい、ここまで含めて面白いね、うん、こういうちょっと遊びところもある、うん、そうそう、いう感じ、はい、っていう感じで、これは外せないなと思って1本目にしました。はい、値段結構高くなったね。ああ、94万か。アクアテラで94万なんだね。70万ぐらいのイメージだよね。わかる、まあ、そういうの多いですからね最近、うん、はい、頑張りましょう。じゃあ続いて、はい、こちらポルトギーゼ、これは僕の2本目のチョイスですね、はい、でポルトギーゼ でブルーでくくってます。まあ営業マンの方ということなので、まあ、やっぱりポルトギーゼといったらその商人の時計というイメージがやっぱり強い。あと青でくくったのは、うん、ポルトギーゼの青ってめちゃくちゃ綺麗なんです、うん、IWC の青綺麗なんですよ。すごい、めちゃくちゃ綺麗。そう、サンレイ文字盤ですけどね、というのもあります。はい、ということで続きます、はい、
次私も IWC でかぶせました、はい、パイロットウォッチのマーク20、うん、はい、これ軍用規格ですね、マーク20という規格にのっとって作ったパイロットウォッチの後継モデルになります、うん、やっぱりでもタグチと同じ理由かな、ブルーの綺麗さ、うん、はい、そして視認性の良さ、うん、で IWC というイメージの良さ、あ、そうですね、どこに行っても営業マンとして、うん、角を立てることはおそらくないであろう。確かに角立てないですね。硬派なイメージはやっぱりありますね、うん、っていう時計ですね、うん、でメタルベルトなんでやっぱり使用シーンかなり広く使えると思う。オフで特にね活躍すると思いますし、そうですね、まあ、オンでは例えばベルトを変えることもできるので、はい、イージーチェンジついてますからね。そうですね、うん、あ、イージーチェンジついてる、そう、パカッと外せるんで、これ簡単なんですよ、これ本当にパカッと外れるんで、はい、そうなんですね、なので簡単に交換することができます。はい、IWC イージーチェンジついてるイメージなかったので。本当ですか、意外です。先駆けですよ、ブレスレットについてはもうとにかく強いですよ、IWC、でも綺麗ですよね、うん、これすごいかっこいいし、そう、もうランキャンドゾーネにもなって物申してるブランドだから、ブレスレットに関しては、とにかく強いですよ、まあ、つけ心地っていうところを見ても、はい、毎日使ってもこの違和感がないっていうのも手首にこう、うん、フィットしてくれる感じ、毎日手に取りたくなるっていう意味で、はい、オンオフ、まあ、つまり毎日だよね、オンオフってことは。あ、まあ確かにオンオフってことは毎日ですってことは、やっぱりつけ心地も気にしてほしいなと思ったので、ぜひこれは1回つけてみてほしいなという気持ちも込めて選んでみました、はい、これも同じぐらいの価格、同じぐらいの価格ですね、で、はい、防水もしっかりしてるので、はい、ダイバーズっておっしゃってたけど、ダイバーズじゃなくても10気圧、10気圧ですね、ありますからね、はい、はい、続いてこちら、ブライトニングスーパーオーシャン、スーパーオーシャンですね、これはとにかくかっこいい、とにかくかっこいい、はい、で青文字版とダイバーズって探していった時に、うん、まあ、これが出てきた、華やかだね、うん、なんかタグッチっぽいね、華やかで、これ単純に僕も好きです。あとベルト、さっきもまあちょっとメッシュベルト出てきましたけど、うん、メッシュベルトがこれすごいかっこいいなって思って、メッシュベルト好きなんだね。メッシュベルト結構好きですね。ドレッシー要素強いかもね、うん、例えばオイスターブレスみたいな3連ブレスよりはやっぱり細かいチェーンで編んである方がアクセサリー感も強くなるし、アクセサリー感はそうですね、ありますね。スーツでチラッと出てた、まあ、スーツじゃなくてジャケットでもいいけど、チラッと出てた時に華やかさはプラスされるかもしれない、はい、あとこの針、なんか長身と短身がちょっと変わった形してます、特にね、なんかこれ初めて見ます、ね、何針っていうのか分かんないですけど、うん、あとスペックに関してはダイバーズなので申し分ないかなと。あと価格が、価格いいねこれ、優秀。ちょっと今回100万円近いものが今ちょっと並んできましたけど、はい、うん、結構これは一番、ブライトニングって意外とナビタイマーとかクロノマットは高いんですけど、スーパーオーシャンとか、プレミアとか安い、プレミア安いですよね、びっくりしますよね。ダイバーズは本当に安いです ね、まあ、価格面でもすごく、まあ、買いやすいわけじゃないけど、36回無金利で月に2万円で出てこれ正規で無金利で36回できるってことがすごいね、正規でやってくれるんです、ね、すごいね、すごいすごい、ブライトニングブティック結構いろんなことやってんだな。うん、次こちらダイバーズ続きます、はい、グラスキュットオリジナル CQ、はい、こっちはまた変わって180万ぐらいする高級ダイバーズ、まあ結構高いダイバーズウォッチ、ステンレスなのにこの値段で、結構しますね、結構しますよね、まあ、実際これじゃあなんで高いんだっていうところなんですけど、はい、これは実際手に取ってもらえるともうよくわかると思います。そうなんですか、キラッキラではないんだけど、はい、ちゃんと面取りとかもちろんしてあるし、はい、ケースの形状もなんかこう大量生産でこんなによくできるなみたいな形してるんですよね。そうなんですね、でもちろん文字盤も綺麗だし、はい、そして2桁デイト、これドイツの時計なんですけど、ドイツの時計といえばの2桁デイトが4時位置についてる、で、まあ、営業マンの方なんで日付とかもね、契約書とか書くタイミングとかだと、あ、まあ確かに領収書とかね、パッと見れると、パッと見れると絶対便利ですよね、でその日付のところの窓もちゃんと青になってるっていう、こそっとある感じがデザインを邪魔してなくて、なるほど、良い、いいですね、ね、で個人的にやっぱ視認性の高さすごく重要だと思っているので、最近団長視認性すごい、視認性めちゃくちゃこだわりますね、好きですよね、やっぱ見やすいっていうところまでの含めてのデザインの良さだと思うんですよ、っていう意味でもこれトビアラビアになっていて、はい、読みやすい、トビ、あ、バーとアラビアがこう交互にってんですよ、そうなんですよ、トビアラビアになってるか、はい、369が私好きなんですよ、ああそうなんですね、でなんでかというと、はい、これ、まあ、まあ個人的な話になるかもしれないですけど、左右が分かんなくなるんです、私昔から子供の時から左右が分かんなくなる、だから2時に合わせようと思って10時に合わせちゃうことって多々言ってましたね、確か
左右がこう分かんなくなっちゃうんで、うん、だからよりこうトビアラビアとか三六九が好きというかじゃないと合わせられないっていう病気だと思うんですけどまあでも見やすいですよね確かに。そうそう、だからそういう意味でも見やすさってやっぱ重要なポイントなんですけどね、うん、全部アラビアになるとちょっと多分スペースが狭くなって、うん、はい、これぐらいが多分ちょうどいい感じしますよね。そうそう、うん、ね、サイズ感もちょうどいいしね、はい、ブラスキュットオリジナルってなんか後から驚くこととかも多いから、うん、持っていただいて歴史を調べていってあそんなことあったんだみたいな、はい、追加の喜びもある楽しみがある。そこまであって174万円だったらすごくお買い得感はある時計だと思う。納得できると、うん、で青になります、うんうん、じゃあ次行ってみます。はい、ジャガールクルトレベルソンで今回青ってことだったのでトリビュートを選んでます。で、うん、デュオですね。使い分けがオンオフがまあ分かりやすく繰り返してできる。なるほどね。都会的なオンオフっていうことだね、うん、あとその営業マンっていう職種に対してのこれは僕個人的な結構イメージなんですけど、うん、レベルスをつけてる営業マンの人の提案聞いたら、うん、なんかいい提案くれそうな気がするっていうのがありますブランドもそうですし、はい、レベルスって単体もそうですけど、うん、まあ、さっきの IWC とかもそうなんですけど、うん、硬派で、まあ、真面目な印象というか、うん、誠実な印象がやっぱり時計からもやっぱ溢れてる時計だと思うので、はいはい、まあ、営業マンの方につけててもらったら、うん、なんかすごい好感度はあります。こだわりは強そうだよねっていう、うん、なんか選び方としてもね、うん、やっぱ女性受けもいいですからねレベルソってね。そうですよね、まあ、こうひっくり返して、うん、まあ、オンオフ切り替えるってちょっと遊び心もあるところが、まあ、真面目すぎなくていいのかな。前々から話は言うけど、うん、190何万でしたっけで、はい、2つあるってことは1本80万90万ぐらいで買ったぐらいのインパクトがあるっていう、はい、そうなんです。風に考えれば、うん、いや、お買い得だと思います、うん、で次こちらミンデミリア。ミンデミリア金入ってますね。金を入れたくなってしまいました、はい、営業マンバリバリスーツスタイルっていうよりはジャケパンスタイルのイメージで、うん、質問いただいた方チノパンっていうおっしゃってたので、はい、まあ、であればこのぐらいの金はおそらく許される範囲かな、うんうん、まあ、チノパンっていう時点で確かにそうおしゃれで許される範囲かな。で年齢的にもね30代後半40代ってなると、うん、はい、まあ、ある程度営業マンの方だったら稼いでらっしゃる方も多いと思うし、うん、はい、お客様もやっぱりラグジュアリー分かってる方から物を買いたいっていう方もいらっしゃると思う。うん、っていうとショパールはラグジュアリーブランドですから そうですね、そこの時計をしているっていうとなんかこれで好感度高くなるかなって思った。なんか万能時計っていう選び方じゃないかもしれないけど、はい、ちょっと技聞かせたいならこの辺まで行っても面白いかもしれない。うん、まあ、でも今確かに着用画像出てますけど、うん、なんかそんなにそんな派手じゃないですよ、うん、ケースもそんな大きくないし。そうですよね、だって金に使われてる部分も多分ベゼルとこのプッシャーとかリューズの部分ですもんね。そうそうね、あとはまあでこれメタルベルトで真ん中のコマまで金ってなるとちょっと派手になっちゃうんですけど、うんうん、そうですね、ベルト確かにカーフのちょっとダメージ系ですもんね。はい、確かにチノパンとかそういう、うん、服に合いそうです、はい、おしゃれな感じヴィンテージスタイルが好きなのかなっていう雰囲気も出るしね、うん、はい、うん、良いもの分かってそうな方から良いものを買いたいっていうイメージ作り。あ、まあ確かに良いもの分かってそうな人雰囲気あるじゃないですか。あるある、ね、でブルーももういわゆる濃いブルーではなくてちょっとなんていうちょっと汗た感じで作ってますよね、うん、ここもショパールのうまさ、うん、まあ、こんな風に遊んでいただいてもいいのかなと思いました。はい、じゃあ続いてこちら、あんまりおすすめでロレックスが出てくることないですけど、もう最初に省くよねそうですよね、うん、ただ今回あえてグリーンサークル、はい、いろんな営業職の方がいらっしゃるじゃないですか、うん、まあ、さっき今団長があのミレニアでも触れてましたけど、うん、まあ、スーツバリバリネクタイきちんと締める営業の方もいらっしゃれば、はい、まあ、フランクな感じでこうさらっとお客さんのところに行ってちょっと商談してくるみたいな、うん、フランクな方もいらっしゃると思うんで、はい、グリーンっていうのはすごいワンポイントになりやすい、うん、どういう服装であれこう邪魔しないしワンポイントになるっていう特性があると思うので、まあ、あえて、まあ、買える買えないは一旦今回ちょっと今回置いといて、置いといて、はい、あえてロレックスのグリーンサブ、あえてロレックスで外しに行く、しかもグリーンサブで外しに行く、うん、はい、あと、まあ、ベルトがこう全部サテンじゃないですか、うん、なんかそんなにこう例えばデイトナとか、確かにデイトナとか GMT に比べたら派手さはないですね、うん、はい、ただまあポイントにはなる、うん、いいのだと思うので、まあ、ちょっと番外編ではない、番外編ではないですけど、はい、もし可能であればここも行っちゃっていいんじゃないかなっていう、これはもう相手ありきですね。そうです、相手ありき、どういうお客様なのかで考えていただければいいのかな、で間違いなくいいところですから、うん、じゃあ最後ここまでぶっ飛んでもいいんじゃないかなっていう提案ですビルレ、はい、これキャリバー11150、はい、積んでますけど、価格がですね251万9000円。これなんでかというとホワイトゴールドを使ってます、はい、
あ、ケースがホワイトゴールド。ケースがホワイトゴールド。はい。まあ、ゆえに高い。うん。だけど、これ言われないと分かんないでしょ。ホワイトゴールドはそうですよね。ね。言われないと分かんない。なんか、青い綺麗なドレスウォッチ使ってるな、ぐらい。まあ、ちょっと個性的な文字だったりとか、うん、針の形だったりしてるけど、うん、はい。分かんない人が見るとステンレスに見える。いや、ステンレスに見えますよね。ね。ホワイトゴールド。でも、自分だけはこのゴールドの重さを感じているっていう。うん、ところ、はい、とあとオンオフで明確に違うのはライティングだと思うんです。ライティング、ライト。オンって言ったらオフィスとか、はい、まあ、カフェとかせいぜいそのぐらいのライト、うん、オフってなるとバーとか暗闇の中でのスポットライト的な照明になってくる、はい、ってなった場合にホワイトゴールドとステンレスってめちゃくちゃ差が出るんです。あ、確かにホワイトゴールドってなんかこうちょっと赤くなる、赤くなるというかその場の光の反射 の、はい、その色の反射まんまになるんですよ。あ、そういうこと。ステンレスやっぱちょっと吸収するんで多少変わるんですよ、はい、っていう差がはっきり出るのが夜のシーンっていうので夜はより満足度高くこう自分でね、いいですね、こうホワイトゴールドいいなとウイスキーとか横に置きながら、そうそう、昼間はステンレスのふりしてればいいんじゃないなるほど、はい、いいっていうので、まあ、ここまでもし、まあ、予算が、ね、許すのであれば、はい、行っても面白いのかなと思いました。ハワイザード100時間あるのもいいよね。100時間、100時間すごいですね。はい、はい、ということで何本ですか。10本、10本ご紹介してきました。もし営業マンの人に何か提案されるとしたら、はい、うん、どれつけてほしいですか。僕言った通りこいつなんですよ。ああ、これなんだねやっぱりねこの営業マンに僕提案されたいです、はいはい、ああ、でもそうだな、私はミレミリアかな。あ、ミレミリアなんかいろいろ分かってるんだなっていう、時計好き感もすごく伝わってくるし、時計好き感はで、その中でも選び方としてこう金が入ってても大丈夫なところ、うん、うまく選んでるなって勝手に思ってしまうかもしれない。確かに金が入ってても、うん、このこれくらいだったら、うん、そうですよね、許されますよ ね、めちゃくちゃおしゃれって思ってしまうかもしれない、うん、いいですね、はい、今回10本ご紹介してきましたけども、はい、まあ、この中でもしくはこれ以外に視聴者の方でおすすめのものがあれば、そうですね、まあ、もしくは、はい、あのもうすでに体験されている兄貴たちもいらっしゃると思うの で、はい、まあ、40代ですかね、うん、40代営業職の方、この時計つけてるけどめちゃくちゃ評判いいよとか、うんうん、この時計つけるようになってから売り上げめちゃくちゃ上がったよみたいな、あ、いいです、もし体験談があったら教えていただきたいですね、はい、ぜひコメントお待ちしてます、はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。